パーソルはパリーグで働く全員を応援しています。パーソル、今日先発の菊池雄星、初回立ち上がりから素晴らしい内容で入っています。この三者凡退を見るとですね、今日はどこまで、ね、力強いボールが来るかなって感じましたけどね、うん、立ち上がり結構ね、ランナー出してっていうの多かったんで、はい、今日はそんなに3人で終わったんで ね、 そ、 うですよね、はい、そして2回ですが、これランナー2塁のところで清田にインコースの変化球打たれました。スライダーですね、はい、これがタイムリーで先制です。初回はいい内容でしたが、2回にこの清田に先制を許した。しかしその直後の2回の裏、マリン先発は秋田良かったんですが、この一発で栗山です。同点のホームラン、3回です。ランナー3塁、平沢が逆方向、これがセーフ内の勝ち越し、キユセが勝ち越しを許しました。3回の裏、これは見応えありました。源田ランナー2塁からセンターに持っていく、しかし大川からこのボールが返ってくる。ランナーは金子雄二、アウトでした。まあ、プロのプレーを見たなっていうね、これはもうお客さん喜んでくれるんじゃないですか。このタッチアウトでした。そんな中、今度は5回の表、ランナー1塁に置いて平沢、この一発です。いい選手が成長してきました ね、 ね、おとといに続いてのホームランが出ました平沢、第3号です。4対1、5回終了時点で4対1マリーンズリード。しかし6回です、ワンアウト3塁から山川がこのタイムリーで1点を返して4対2。そしてピッチャー二木から唐川に代わってワンアウト満塁。いい当たりでしたが、サード鈴木大地、スーパープレーですね、抜けていたらというところでしたが、これ流れはね、流れはロッテだったんですけどね、ダイナメディア、センター前追い込まれてよく来ましたね。これで2点返して同点、4対4。力強いメディアのガッツポーズ出てます。7回、この回まで中線投げました。この7回のピッチングはさらに力強かった。そういう時は大体こう試合に入っている時なので、これはもっと多くしていければね、いいと思いますけども。そして7回の裏、松永がマウンド、速球で攻めたんですが、浅村がこれを弾き返していきます。これが勝ち越しのタイムリー、5対4。ここでは終わりませんでした。8回です。ピッチャーは岩下に代わっています。ストライクが入らなかったランナーを溜めていった場面です。岡田がライトへ犠牲フライ、これで6点目、6対4です。もうこうなると火がついてますんで、なかなかもう抑えづらいというところ。金子のタイムリー、この後も点が入りまして、結局ビッグイニング5点を追加した8回の裏、10対4で結局はライオンズが逆転勝利ということになっています。さあ、それでは